具材たっぷりのちゃんこ鍋でソロ活はいかが？今夜もソロ活始めます。鹿児島市手の口町で見つけたちゃんこ版玉の杉でソロ活。こんばんは。今夜はちゃんこ番というのがお相撲さんの料理当番という意味でしてですね、玉の杉が私のしこ名だったんです昔の。あ、まだ歴史。そうなんです、はい、見えませんけどね。屋久島出身の元力士牧野さんが現役時代の味を再現したというちゃんこ鍋、一人前から注文できます。え、すごいよ。すぐ食べれるようになってますんで、相撲部屋そのままのつみれとお豚肉も入ってますし、ちゃんこ鍋ってこんなにいっぱいいろいろ入ってるんですね。部屋の場合はもうつみれだったらもうつみれだけと野菜で、豚肉だったら豚肉と野菜、そうなんですか。あっさりだけど、あ、美味しい。お味噌ですね。今回味噌ベースですね。優しい。お相撲さんタイ料理食べなきゃいけないんで、全てが大体あっさりなんですよ。さすがにこってりをたくさん食べるのはきつくてですね。うん、あ、美味しい。味がしっかり染みてますね。ですね。しみれまで、うんうん、ニンニク、生姜、深ネギ、山芋、いっぱい体にいいのが詰まってますんで。あ、これ生姜、うん、体が温まります。そうです。どんどん食べていただかない。お相撲さんへの第一歩ですからね。これお相撲さん第一歩なんですか。ちゃんこのお供は屋久島を代表する芋焼酎、御嶽の原酒を水割りで。香りが強いですね、美味しい。ちょっと甘い、うん、スープを飲みながら一杯引っ掛けちゃうみたいな、はい、あ、このあっさりのスープと、うん、あ、でも美味しいです。美味しい。スープの塩気とちょっと芋の香りがする焼酎をちょっとずつ飲むっていうのがいいですね。合う。美味しい。さらにちゃんこ団子のコロコロ揚げなどサイドメニューも充実。心の底からごっつぁんですと言えるソロ活、味わってみては。